林光は日本の作曲家である、東京府出身。フルート奏者林、リリコは重視。光の父である、林義雄は、慶応義塾大学医学部卒業の医師で、ベルリン留学の後、日本大学医学部教授を務めていた。音声学の権威であり、臨床医としても、ほとんどの声楽家や演劇人の喉を見てきた名医であった。小高久忠とは、 エルリン留学中に知り合い、帰国後も親しく交流していた。10歳の頃より、父の親友である、小高久忠に支持し、少年ながらも、室内楽作品、還元楽作品など、お田中おまけの作品を多く作曲した。小高が、フルート競争曲改訂版の最終ページのオーケストレーションを残して1951年に、休生した際、それを保筆完成したのは、 当時19歳の林光であった。小高の死後は池内と文次郎に指示した。また、慶応義塾高等学校在学当時、同校で教鞭を取っていた。演算一行の授業を受けたことを修正誇りにしていた。高校での同窓に、フルート奏者でリリコの門下であるミ岸ギ宗一や演劇のアサリケータなどがおり、音楽と演劇の接点を体験した。 東京芸術大学作曲家に入学し、作曲を池内と次郎、ピアノを田村博安川和子に支持する。在学中、学外作品発表をめぐる学校側の対応や体質に疑問を抱き、中退した。作品では、合唱組曲、原爆賞形が特に有名である。また、日本語によるオペラの可能性を求めて、多くのオペラを書き、 オペラシアターこんにゃく座の雑木音楽監督、作曲家を務めた。1953年には、富山雄三、間宮吉倉と共に、ヤギの会を旗揚げした。このほか、宮沢賢治の音楽作品を広める活動もいった。映画音楽も多数手掛けているが、中でも、新藤兼人監督作品は、1959年の、第五福竜丸から遺作、一枚の葉書まで、 そのほとんどを担当した。著作に、日本オペラの夢、臨行音楽の学校ほか、ソングと呼ぶ、小規模な歌曲作品には労働運動や平和運動に関係したものも多い。また、日本教職員組合の教育研究全国、集会音楽文化会の助言者を長く務めた。二度の小高賞、第三十回サントリー音楽賞など受賞多数。1九十六年に、 死守法賞を受賞している。2012年1月5日、東京都内の病院で死去した。2011年9月24日に、自宅前で転倒して、頭を打ち、入院、療養していた。80歳没。死後、そのコレクション2910点が、国立国会図書館に収められ、2018年から公開されている。劇音楽オペラその他、 ソング下の合唱作品に含まれるものも少なくない。神道兼と監督作品大島渚監督作品、その他、ありがとうございます。